SNS 版令和の虎。もうちょっと具体的に知りたいですね、はい、月 2,3、はい、人切りって結構なね、ノウハウ教えてよ。 CPS だと思いますよ。これもですね、はい、ペアーズの資料に書いてあるんですけど見た目は反射、そうです、トークはイケメン、脳、はい、は童貞、はい、どういうこと。この見た目で要はギャップを出すってことなんですよね、うん、でこの見た目でまず行くんですよ僕。 もっと逆にやからっぽい格好、うん、もう本当岩井さんみたいな格好で行って、うん、やからっぽいやからっぽい格好でまず行くんですよ。でも向こう怖いじゃないですか、うん、怖いよね。 でもトークはイケメンなんですよ。イケメンのトークってどういうこと。全然感じないけど、これだから女性のみの使うっていう。例えばどういう感じなんですか。ペアーズとかやったことある？ないですか、ないですか。あっても言えない。あ、そうですね。例えばですけど、やっぱりお店をまず、なんていうんですかね、選んでもらうとか、そこをなんかスマートにやるんですよね。石田純一さんのように。はい、とりあえず、レディーファーストで、まずやって、この見た目から入るんで、それがすごいギャップで、え、私が決めていいんですかみたいなお店。はい、感じになるんです。ハードル低くない？いや、だから皆さん、だからそういう子を選ぶんです。それ大事だね。最初勝てるフィールドで、はい。抱かれに来てんだあっちも。ではないんですよ。ではないんだ。ない。ブスに抱いてるしか。え、うん、確かにブスなの。普通なの。まあ普通ですね。普通以下ですね。普通以下200人抱いて嬉しいですか？アズール株式会社代表青笹博文。医学部卒、医師免許取得、頭脳を武器に動画編集、案件獲得スクールなど事業を拡大。スキル獲得こそが安定と自由の根幹。理念を掲げる動画編集キャンプは主要7都市へと展開する。動画マーケティング業界の未来を変える。青より入れてさらなる深みを持つ青を求める。普通以下200人抱いて嬉しいですか。まあでもデブってやっぱり自信が必要じゃないですか、うん、そのためですよね。まず自信をつけたいっていう。え、普通以下だなって思いながら抱いてんの。まあ、大体真っ暗ですね。いつも。あ、真っ暗にしてる、はい、それって風俗行くのと何が違うんですか。まあ風俗はもうお金払えば前提としてそういうプレイができるじゃないですか。一応この段階がありますので、ちゃんとやり取りから始まりまして、でご飯食べながらちゃんとそういう方に持っていくっていう。なんか太ってんのにチャラいの嫌だな。なんかそれだったら同じ人を愛してほしいですよね。同じ人を200回やってほしいですよね、まあ、そこでも残飯処理してんだな。めちゃくちゃ言ってるからね。マジで良くないからね。これでもこれいろいろ理由があったんですよ、こうなっちゃったのも。僕は本当一人のフィリピーナを愛してしまいまして、20代前半の頃に。で全財産を投げ打ってフィリピンまで行ったんですよね。行ったんですよ。でその彼女と焼肉屋をやろうと、で500万ぐらいで焼肉屋作ったんですよ。そうしたら全部そのフィリピンの法律的に全部無効名義でやるじゃないですか、はい、それで最終的に全部奪われてしまったんですよ。だけど僕ずっと好きで8年間です。でそのちょっと裏切りというかトラウマがありまして、で このようにですね、ちょっとペアーズで、これもあんま言わない方がいいですね。これ忘れたくて、ね、いやいいと思いますよ。だから忘れたくてですね、このなんか哀愁漂ってる感じもいいっすよ、すごく。あ、ありがとうございます、うん、残飯処理で太ったとか。残飯処理で太った、はい、なんかそういうのいいっすよね、はい、なんか。だからインフルエンサーって感じしない。やっぱそれこそ新小岩とか中野とかそういうとこのスナックにいたら面白い人だよね。それでいいんじゃないの。インフルエンサー辛いですよ結構。批判コメントめっちゃ来ますよとか、結構過去のことも洗いざらいされたりとか結構あるんで、はい、大丈夫そうだな。大丈夫そう。そこは大丈夫そうですね。むしろもうちょっと本当に太りすぎて、医者からも余命宣告までいかないんですけど、本当に早死にするよって言われてるんで、まあそうね、最後ちょっと人生まくりたいんですよ自分。本当に。あ、でも、はい、そう、腹は決まってんだ。何でもできるんだ。何でもできます。もう鉄砲玉って言われてるんで。怖えな。どこでどこで鉄砲玉。新小判の鉄砲玉。新小判の鉄砲玉って言われてるんで、はい。いいね。え、犯罪歴はないんですよね。これを見てると犯罪歴、逮捕歴とかもあるんかなって思うんですけど。あ、ないです。やばい、ペース持ってかれてる。だんだんめちゃめちゃ飲んでる今日。ここに書いてるその AKB の握手会のところに、はい、自分の握手会を開くっていうのもそうですけど、はい、善悪の判断でつくんですか。つかなかった。つかない。つかなかった時期です。今はつく。今はつきます。今。ほんまに今はつきます。え、なんで今はつくんですか。今つくからここ出てこれたんです。もう何もないから。何もないから。何もないからです。白いからです。なんかこれだけ喋れたらなんかいけそうじゃないこの人。いや多分これ本家に出てきたら青ちゃんね、積んでたよ。本当ですか、はい、本当に。惜しいことしたね。
なんで SNS 版出てきちゃったの。ここで500万ぐらいパーって重なってさ、なんか自分で新しいビジネスやった方が良かったかもよ。ああ、どうもお願いします。いやでもなかなかの受け答えでとてもいいと思いますよ。飯田さん、ライブ配信とかどうですか。ライブ配信いいと思いますけど、はい、なんか怠惰そうなんでめっちゃ寝そう。なんかめちゃくちゃ怠惰そう。あ、怠惰そう。うん。ちょっと真面目にやれます。怠惰です。で、ま、真面目にやります。もうそのつもりで今日来てますんで。怠惰です。どう行きたいの。もういつ早死にしてしまうかもしれないけど、あと10年とかどう行きたいんですか。デブに囲まれて死にたいですね、最後は。はい。そこまで。これ本当です。なんで。いやもうここまでもデブで令和のトラきっかけでぽっちゃりをっていうも発言した以上は、もう責任持って最後までぽっちゃりと関わっていきたいと思っております。これびっくりなんですけど、はい、インフルエンサーになったら、はい、モテるんですよ。太ってでも。ありがとうございます。そうなった時にまだなってない。まだなってないけどね。はい、太った女性か、はい、いわゆる痩せてる女性、はい、いわゆるスタイルがいい女性、どっちがいいんですか。デブ嫌いです僕。だすごいんだよ。そうだよ。そうですよね。そうです。じゃあ間違いないよ。そうだよね。はい。だからデブに囲まれて死にたいって言ったのは異性じゃなくて同性のデブたちに囲まれて死にたい。あ、そうですそうですそうです。ああ、なるほどなるほど。そうですそうです。背中を見せるみたいな。あ、そうですそうですそうです。あ、でモテるようになりました。ありがとうって棺桶の前で。もう言ってほしいってことです。僕デブを代表しますけどついていきたいとは思わないですよ。え、なんで？モテるんだよ。モテると言っても。本当ですか？デブ代表な感じ出てます？いや、なんかこのトークデブ限定のオンラインサロンとか作って、あ、そのなんかノウハウ共有したらそこそこ盛り上がる気はするけどな。すごいやり取りしてて嫌な気持ちに一回もならない。あ、すごい。やっぱり飯田さんですか。はい、ありがとうございます。ちょっと気になったのがその、まあ、ライブ配信とかの話題も出ましたけど、はい、今のところ多分全員の印象って受け答えが面白いやと思うんですよ、はい、でもライブ配信したり、まあ、オンラインサロンしたりこう自分が主導で喋ったりってなった時に、はい、面白かったり求心力ってあるんですか、はい、絶対ないですね。じゃあダメじゃん。でもなんかコメントに対しては結構面白く受け答えできそうなイメージありますけどね。常に相方が必要っていうことなんですね。なんかそう、いじられるのは相方が必要だと思う、はいはい、いやー稲葉さんよかったっすね、相方見つかって。よかった。コンビ組めばいいじゃん。いや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 、僕と並ぶ感じですか。いや、ありありありっす、ありっす。ありだよね。なんか稲葉さんにないものを持ってそう。ああ、うん、僕にないもの持ってるんですか。トーク力学べよ。トーク力を学ぶ、うん、お互いね補完し合う関係でいいじゃん。確かに普通のことしか言わないんだから。いや異常なことしか言ってないですもんね。あ、そうです。めっちゃいいと思いますよ。僕の未来はここにあったんですね。株式会社ネルプ代表稲葉慎、メタ社交にインスタグラムチャットボットシステムアイステップで SNS 業界を牽引。令和の虎完全オールを機に知名度は上昇。リリース1年で1000を超える企業への導入を実現する。インスタ革命家が求める映えるビジネス、いかなる志願者にいいねを送るのか。僕の未来はここにあったんですね。ああ、あったかも。はい、岩井さんまでコンビ組むのいいと思います。いいと思う、うん、本当に。一応僕ダイエット中なんですけど、やりますか。なんかぽっちゃりに向けてなんか一緒に。いや、やりましょう。ダイエットしてる場合じゃないですよね。トライチャンネル名称変更しよう。何チャンネルにします？デブハスルチャンネルとかでやるんですか。瞬発力あるよね。うん、勢いがあります。ありがとうございます。デブハスルチャンネルって言えちゃうのが偉いと思う。ありがとうございます。あと好感度がすごくいい。あ、本当ですか？めちゃくちゃ好感度が高くなると思います。ありがとうございます。これもギャップなのかもしれないですね。最初やばい人入ってきたなと思ったら、はい、めっちゃ喋って好感度上がってきてるんで、ギャップに落とされてるかもしれないですね。え、コンビ組んでくださいよ。その揉めるっていう、揉めたとしてもそれもコンテンツですから。あんな面白くないやつと組める。いや、カバーしますんで僕が。上からなんだ。カバーされるんだ俺。コンビ組むのはいいねですよ。もうやっと出たよ、やっと出たよ。あ、青ちゃんも出てたね、今ね。あ、そうそうそう、はい、いや、もちろん僕もほら、取れないからデブズギで今これこんなになってた今。で、今日ちょっとうちのお店の女の子呼んでるんですけど、はい、ちょっとだけ見てもらってもいいですか。今更ながらに。今更ながら、はい、すいません、はい、あウェイス。すごい、ちゃんと買ってきた。お配り、お配り。もう最初にやるぞ、忘れてた。ごめんなさい、ちょっとお店の雰囲気で見ながら。あ、ありがとうございます。すごいよ。思ったより、あ、あ、僕が今お酒飲まないこと分かってて、僕がいつも飲んでるジンジャーエールをちゃんと持ってきてくれた。いや、もちろん。すごい。ちょっと名前、ちょっと覚えてほしいんで、ちょっと。これバタービーちゃんって言って。
バタービーンとかで。ちょっと青さんすいません。ちょっと剥がれかけてるんで、ちょっとつけてもらっていいですか、ちゃんと。うわ青さんすいません。バタービーン。全然不快感だな。全然名前変えてないじゃん。バタービーンってそのまま使っちゃってんじゃん。ちょ、ま、ま、ま、飯田さんにちょっと。イケメンに。じゃあ、じゃあ、すいません。ちょっと貼ってもらって。揚げまんぬちゃんっていうの。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。めっちゃいい匂いする。本当すごいいい匂いじゃない。女性になんか体重とか聞くのもあれですけども、もしよろしければ。身長何センチですか？身長155センチです。155センチ。体重は？86キロです。86キロでございます。はい。こちら、背低いですよね。はい。はい、153センチです。うん、93キロです。93キロ。素晴らしい。素晴らしい。岩木さんすげえ好きだな。どのぐらい働いてるんですか、この店で。私は半年です。はい。どうですか、やってて楽しいことと嫌なことと両方教えてほしいんだけど。楽しいことは、やっぱ、うん、デブであって許されることですかね、うん、さっき会話の中であったんだけど、はい、やっぱお客さんって細い人多いですか？あ、多いです。ねえ。すごいひょろっとした顔が。やっぱそうなんだ。あなた自身は、ご自身がふくよかだけど、はい、男性のタイプは細い人はいい、やっぱり。私は100キロ超えの人のが。あ、そうなんや。すごい。店長とかタイプ。店長とか、こちらの。ありがとうございます。稲葉くん、彼女見つかったよ。来ましたね。やっぱりデブの時代が。稲葉くんみたいなのがいいんだ。そうです。やっぱね、店長と違って清潔そう。あ、もう綺麗。顔が綺麗。顔が綺麗。なるほど。はい。バタービーンちゃんはなんでバタービーンって言うんですか。これもう命名されてお店に入ったんです。あ、みんな命名されるんだ。はい、うち竹志グランシステムで。なるほど。僕は全部。じゃあ、揚げまぬちゃんも命名されたの。命名で。はい、バタビンちゃんはどうですか？同じ質問ですけど、やってて楽しいことは。まあやっぱ一緒なんですけど、はい、お店の中にいる時だけは、はい、甘やかしてもらえるんで、お店の扉を出ちゃうとやっぱ視線が痛いまではいかないですけど。ちょっと当たりが強いと感じるところ。お店の中でいろいろ食べさせてもらったりもするの？します、します。な、料理も出るの？お店で。あ、出ますし、ああ、お客さんがもうマック食べるとかっていうのは食べてみたいな。で、何ウーバーイーツとかで出前で取ってくれるんだ。そうです。ガー食ってんの、ね、いつも。はい、幸せ。接客はあんま試合する。食べてる方が多いです。あ、接客より食べてる方が多いんだ。なんだよ、その面白いな。ちょっと俺、新恋は行きたくなっちゃう。ぜひ。どうだ、でもせっかくだから彼のちょっといいとこ一つぐらい言ってみましょう。頭が切れるところですね。やっぱりそう思うんだ。なるほどね。どんなところで思いますか？やっぱあだ名つけるのもやっぱ、はい、もう逸脱したセンスで、はい、出てくれますし。そう、じゃあその在籍何人いるって言ったっけ？だって18人ですよ。18人みんなあだ名ついてんだ。あ、ちゃんと。で、じゃあお客さんたちもあなたのことあげまのちゃんって呼ぶの？あ、そうです。あ、そういうことなんだ。はい。バタビンさんどうですか？彼のリード。いや、もう本当に私自分のブログにも書いてるんですけど、はい、マジであだ名のセンスがずば抜けてると思うんですよ。つけてほしいっていうぐらい、はあ、なんかみんなこのお店の子たちが特殊な名前なんで、はい、お客さんもあだ名つけてくださいよみたいな感じ。なるほど。あだ名つけてほしいです。クソピーマンですかね。だいぶ色に捉えてる。素晴らしいね。ね、服の色を見てクソピーマンだもん。クソピーマンすごいね。あ、はい、すぐ出る、ね、はい、すぐ出るね。はい、いや、ありがとうございました。どうも。はい、はい、向こうに戻って、あ、そこで座っててください、せっかくなんで。あ、ありがとうございます、はい、ちょっと椅子が大丈夫かな。幸せな気持ちになりましたね、うん、少なくとも何人かは救ってるね、人生を。あ、やっぱそうですか。だってお店の中だけ幸せになれるってすごくない？はい、すごいです。あの言葉は短いけどすごく素敵な言葉ですよね。はい、はい、まあ、そういうことです。そういうことです。さあ、そういうことです。はい、ではですね、時間も来ましたので、さくらんぼ少年さん、最後にもう一声お願いしたいと思います。ラストステートメントです。今日は貴重なお時間ありがとうございました。やっぱりデブってなかなか、説明しづらくてですね、ちょっと下ネタとかいっぱいになっちゃったんですけども、今後はですね、やっぱり表街道というか太陽の光を浴びてですね、今後の短い人生をですね、生きていきたいと思いますので、ぜひご協力の方よろしくお願いします。議論深まる後半戦、場の空気を掌握する志願者、確かな実力とインフルエンサーとしての資質を示す、いざ迎える
ファイナルジャッジ。野望を胸に最終局面へと挑む。インスタグラムの成果を加速させるアイステップ。ファイナルジャッジメントタイムです。はい、ではこれより最終決断に入ってまいります。会社員さんお願いします。はい、ちょっとふんわりにさせてもらってるんですけど、まあ、今までのこの経歴がおそらく自分のやりたいことをこうやってきたと思うんですけど、はい、それがまあほぼグレーの方に行ってて、はい、この健全っていうのが本当にその方に行けるのか、まあ、やっぱりこうグレーの方に今後寄ってしまうのか、ちょっとそのなりたい像がまだちょっと今日のお話で見えなかったので、一回ちょっとお話しさせてもらいたいなと思ってます。お願いします。飯田さんお願いします。いやもうどっぷりでしょ。お、うん、ありがとうございます。友人になりたいと思いました。お、ありがとうございます。やっぱ人を幸せにしてるってすごいことだと思うんですよ。で01って本当に難しいんですけど、やっぱ1人幸せにしてるんだったら100人幸せもできるんじゃないかというすごい期待を込めてます。なので私でよければ友人になっていただければと思います。喜んで、はい、はい、ありがとうございます。箕輪さんお願いします。はい、僕はふんわりで、まあ、LINE 交換ぐらいでさせてもらって面白いな、まあ、ちょっとなんか困ったことあったらアドバイスとか、はいはい、まあ、ポテンシャルはすごいあると思いました。ありがとうございます。最初正直ロン毛で出てきてなんか怖い不潔な人だなって、で性病の話して、あ、なんか俺無理かもって思ったんですけど、なんかそのカツラとって普通話すようになったら、まあ、相当受け答えもうまいし、はい、店もいい感じで回してるのも想像できるし、まあ、今後なんか伸びしろはすごいあるような気がするんで、まあなんか LINE で相談してください。ありがとうございます。はい、では青さんお願いします。はい、僕ふんわり手伝うで店に行くかも。かも。でもこれ大きいですよ。なんかまあ、すごい話してて楽しかったんですけど。ありがとうございます。ちょっと、どっぷりは関わりたくないなって。まだってこと。いや、どっぷりはきついなっていう。でも店にちょっと行くかもなぐらいの感じです。はい、ここまでふんわりが3人とどっぷりが1人という状態の中で5枠。はい、では稲部さん、どうぞ。僕、皆さんの期待にも応えて、まあ、どっぷりでまず飲みたいって書かせてもらいました。なんか本当に普通に今日話して楽しかったですし、終始の場の雰囲気もすごく支配するぐらいのやっぱり力はあるなと感じたので、ちょっと一度飲みながら、はい、まあ、僕も太ってますので、はい、なんか一緒のコラボとかも今後できたら嬉しいなと思いました。まず一緒に飲み行きたいです、はい、いや、いいですか、僕一つ意見。はい、僕はちょっと残念です。それだ、意思決定今してほしくないですか。飲んでごちゃごちゃして打ち合わせしてコンビ組むとかちょっと萎えますよね。萎えます。僕も同意見です。はい、はい、結論飲むっていうのもね。だからもうこれっきりなのか。そうだね、なんか結論飲むって結論裏ってのがちょっと僕はなんか、いや、それはもうやりましょうよ。ありがとうございます。コンビ決定ね。コンビ決定。コンビ なんていうコンビだっけ。デブハッスルチャンネルです。とりあえずデブハッスル企画として、はい、じゃあ一緒に何かデブを盛り上げる企画やりましょうか。お願いします。じゃあコラボします。ありがとうございます。全力応援ですよ、そしたらもう。ありがとうございます。やりましょう、一緒に。もうありがとうございます。したい、ね、OK ですね。はい、はい、会社員さんからは、まあとりあえず一回話してみましょうということでね、その後なんか先があるかもしれないって感じですね。飯田さんはどっぷりでした。とりあえず友人になりましょうと、でその後にアドバイスいろいろしますよと、企画も考えますよということを言っていただきました。箕輪さんは最高ですね。LINE 交換です。はい。とても素敵なボードだと思います、僕は。はい。そして、青さんからは、店に行くかもですね。青さんらしいですね。はい。という中で、はい。稲葉さんからは、コラボしましょうということになりましたので、こういった形になりました。じゃあ、稲葉さんから、協力確約を差し上げてください。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の感想を一言いただきましょうか。はい、はい、まあ、最初ちょっと緊張したんですけども、まあ、意外とちょっと飯田さん警戒してたんですけども、最後すごい3つも挙げていただいて、で皆さん LINE 交換とかさせていただいて、で青さんも本当にカモはちょっと1回ぐらい来てほしいですね。その可愛いキャバ嬢とばっか飲んでないで、たまには味変していただいて。味変。僕が連れてきます。あ、ぜひお願いします。はい、一緒に行こう、あおちゃん。はい、キャバ嬢も連れてきます。はい、お願いします。
会社員さんも本当にありがとうございました。あ、いえいえ、とんでもないです。ジャケットが素敵で、はい、本当に。なんだよそれ。で、井上さん本当にお願いします。これからちょっと期待してますんで、あ、期待されてますんで、期待してますんで、違う。ごめんなさい、期待逆逆で 上からなんです。すみません。一緒にできること楽しみにしてますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。はい、あの僕からも最後一言、あの今もそうなんですけど、最後にこうやってお一人お一人に対してコメントが言える人ってなかなか実は いないんですよね。でそれもそうなんだけど、やっぱお気遣いがすごいなと思って、もう何よりもこれですわ。本当にあのずっと令和の虎を見ていただいてて、初めてわかるんですよね、僕が11年前からお酒一滴も飲まなくなったっていう話が。それでハイボールかな並んでるところに僕にだけこうね、ジンジャーエールを持ってくるところだけでも彼は多分変えます、すごく。はい、なんでぜひね、あの何らかの形で皆さんに協力いただいて、はい、羽ばたいてください。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さくらんぼ少年が思い描くぽっちゃりインフルエンサーとしての未来、実力とキャラクターで虎たちの心をつかみ、結果は見事協力確約で終幕。唯一無二の魅力を武器にいかなる未来を切り開くのか、物語の行方は続報を待て。